から1人かわして右足で狙っていきました。しかしこの永田からクロスボール、大島のいいクロス、キリカのこのライナー性のクロス、サイドス、サイドス、シュートまではいけない、さあ始まりました、スリンクルジーと夢をお届けプロジェクト、はい、始めていきたいと思います。まあ、このスリンクリシートとはリーグ戦で3試合無失点をしたら、1回ダーツを投げてもらうという企画なんですけど、ですです、なぜ有田選手がここにいるのかちょっと分かんないんですけど、どうしました？ MC です。MC、はい、奪いに来ました。いや、サブ、あ、サブ MC 今日いますんで、サブはちょっと今日はちょっと勉強しようかなと思って、いずれなるんで。あ、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。いやいやいや、ちょっと髪型が、ね、明るくなった先生、おはようございます。課長さん、はい、いやもう先生です。なかなか、あ、先生なんですね。はい、先生です。なんで先生なんですか？いやもう髪の色見てもらった。髪の色、あんな先生います？あの教頭先生とかあんな感じです。いや白髪じゃないですかそれ。さあということで今日はですね、誰に出ていただこうと思ったんですけど、誰に出ていただきましょう？まあ最初田野さんも言ってた通り、はいはいはい、3戦連続クリーンシート。そうなんです。なのでまあ全員もちろん頑張って守備してるんですけど、ね、センターバックとか守備陣も含めてですけど、まあ、ゴールってなるとね、はいはい、後ろの選手なかなか当たらないんで、うんうん、まあ、特にキーパー、はい、当たりにくいということで、はい、今日はクリーンシートの立役者、はいはい、松山、何さんでしたっけ、松山何さんでしたっけ、松山何さんでしたっけ、おいおい大丈夫。さあということで松山さんに来ていただきました、はい、松山さんです。はい、松山さんお願いします。すいません、どうぞ。おめでとうございます。いやー、軽快に走ってこられました。シーシーシーということで、あとはよろしくお願いします。はい、すいません、サブ MC としてこれからもよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。1人すごいし、ね、さあということで松山選手、おろ、はい、身長伸びましたね。伸びてないです。何センチですか今？今は188.5 っていうメディカルチェックだ。 188.5、はい、結構ゴールキーパーあるあるで、身長の何点何までこだわるとかやっぱあるんですか？あれ四捨五入すれば189なんで。ちなみに J リーグの記載では何センチって書いてます？189ですか？あ、9なんですね。それこは僕関わってないです。あ、関わってないです、はい、誰かが四捨五入してくれました。なるほど、ありがとうございます。いや、はい、それにしても素晴らしい活躍を見せてくださって、盛岡戦、北九州戦、琉球戦と見事にクリーンシート、まあ、守備陣をね、はい、しっかりこう到達しながらですけど、どうですかこの3試合をざっとこう振り返るとすると。まあ11人全員のゼロですし、もちろん僕だけのゼロじゃないんで、もう本当に全員で守ったって感じですかね、盛岡戦、まあ、全部そうですけどだと思います。で、印象的なシーンをちょっと挙げさせてもらうと、はい、まず盛岡戦飛び出してパンチングして相手と接触したシーン、はい、あれなんてめちゃくちゃ勇気いるなと思ったんですけど、あれやばいっすよね。あれはかなり本当に痛かったですか？あれ全然痛くない。あ、え、全然痛くないです。痛くなかった、はい、本当は痛くなかったみたいです。さらに松山、この辺りが倒れています。まあでもね、みんな疲れてたから、そうですね、時間欲しい、使い方も大事ですからね、はい、もうでも見た感じめちゃくちゃ痛そうだったし、いやでも本当にちょっと多分痛かったんでしょうけど、はい、アドレナリンっていうか。なるほどね、はい、で、なんていうんですか、対戦、去年までやってた宮市選手、そうですよね、だったから、あの辺に飛び込んでくるとか、僕らのウィークとか、サイドバックが駆け上がったりするから、うん、そこクロスっていうところは狙われるっていうのはもう最初から分かってたんで、なるほどね、行くところはもう全部行ったろうかな。いや、素晴らしい。なんかこう、3試合見てても、はい、北九州戦かな、開始早々にシュート打たれて。はい、左手一本で防いだシーンありましたけど、はい、まあ、シーン以外はこうなんていうんですかね、シュートが来てって、もちろん森川さんのヘディングシュートもありましたけど、はい、結構声で守ってるなっていう印象がすごい僕の中であって、あ、声で仲間動かしてそんなにこういい状態でシュートを出せないみたいな、はい、なんで笑ってるんですか？いや、チンクさんが周りの助けてくれてるんですよ。ああ、五稜選手、佐野さん、もっと引き出してますよ。ちょっと引き出し方ちょっとまだ分かんなくて。俺も俺もはい、
一人は辛いよってずっと教えたあの先輩が。確かに五郎さんも一人ありましたから。いたいた、ガヤつけない。そうなんですよ。アリ君来てよ。いましたね。アリ君来て。遠い遠い遠いよ。ここにいていいよ。さあ、ということ で何の話してましたっけ。そう、だから好きな食べ物とかの話。好きな食べ物何にも言ってない。何ですか、いきなり好きな食べ物って。それでは、行ってみましょう。え、まだまだ、ダーツまだ投げないんで、すいません。オッケー。いや、オッケーじゃないです。だから声で守るっていうところは意識してるのかなっていう、はい、いや、いい状態でシュート打たしてないので、あんまり出ちゃう声は。あ、出ちゃうんです。あ、もうだから体に染み付いてるもので、もう自然と意識してやるっていうよりは。そうですね。健太くんとか翔成とか、うん、ディフェンスラインも全員そうですけど、はいはい、もう言わなくても基本的にもうやってくれてるから、あとは僕はもう微調整の部分とか。なるほどね。サイド振られた時とか、はいはい、ちょっとやっぱ乱れるから、そういうところぐらいですか。あとはもう本当にディフェンスラインが自分たちのやることを理解して、素晴らしい、ガガッとやってくれるんで。いや、仲間のおかげだと。はい。いや、ね、謙虚な素晴らしい男じゃないですか。本当に顔もいいしね、もうあのユーモアもあるし、こうやって人のこと、ね、何それ、ちょけるんですか、ちょっと。え、ちょっとね、あの隣にチーム選手がいないとちょっと調子が出ないみたいな。いや、本当呼んでいいですか。いや、ちょっと呼ばないでください。今日はいいですか。今日はいいです。今日はもうメインなんで。で、最後、はい、あの一番僕が、マツケンさんが出て、あ、すごいいいなって思ったのはハイボールの処理。やっぱあれに出てくれるのって、僕もディフェンスの人間でしたけど、キーパーがやっぱ出てくれるとすごい助かるなっていう。なのでヘディングからのクロスシュートもあんまりちょっと減ったなと思って、その3試合に関しては。僕でもハイボールより、はい、焼酎の炭酸割りとかの方が好きで、よくそっちの方が強いんですけど。あー、なるほど。ハイボールより焼酎の方が強いですけど。あ、なるほどね、はい、メインスポンサーもさすま、ね、島美人焼酎ですから、はい、そういうんじゃなくて。じゃないっすね。すいません、ちょっと勘違いした、はい、ハイボールより焼酎の炭酸割りとかの方が好き。切ってくださいね、これ。いやいや、完全に使いますから、これしっかり。いや、ということで、あのハイボールより焼酎が好きってことですね。はい、はい、ということで、その3試合振り返らせていただきました。スリークリーンシート夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦で無失点試合をトータル3回達成で、ダーツが当たった鹿児島県内の小学校または施設に5球のサッカーボールを寄贈させていただく夢プロジェクトです。練習していいですか。はい、練習。まあ本番では練習してないってちゃんと言いますから。あ、いいですね。おお、すごいすごいすごい。使ってすごい。シャースペシャル当たりました。ありがとうございます。無理があります。無理が、編集つなぎにくいですか。築城郡築城町ちなみに、築城ね、椎田中学校、あ、じゃあ小学校だ、小学校ね、はい、さあ、ということで、今から行き先を決めていただきましょう。狙いはスペシャル。スペシャルということで、もちろんスペシャル。それでは松山選手、お願いします。うわスペシャルね、のちょうど真上ですけど惜しかった。惜しい。薩摩町ということで、薩摩町の、はい、薩摩町の小学校、今からじゃあ抽選で引いていきます。はい、さっき練習ではね、スペシャル当たったんですけどね。いや、でも薩摩町の小学校のよかったですね、みんなが。で、またクリーンシートしてもらえるわ。また投げる、3つクリーンシートだから3回投げるんじゃないですか。ああ、どうします、小林さん。はい、松山さんからの提案で、もうあのゴール決めるよりクリーンシートゼロで試合を終えるって難しいってことで、まあ、3試合ゼロだったんで、3回できたら、ね、投げてもいいかっていう話だったので、もうそれはいいですよ。いいです、だって難しいんだから。そうです、ね、あの小林さんもいいってことだったんで、いいですか、はい、まあ、ゴールはもちろん素晴らしいです、ね、そうですね、はい、じゃあ投げていただき、あと2回ありますから、チャンスは。じゃあ1回ちょっと、はい、スペシャル狙います。じゃあ2投目スペシャル狙いということで、じゃあ第2回目、はい、松山選手お願いします。全集中。すごい、はい、スペシャルに当たりました。いったったね、すごいですね。誰もらすごい、誰もいない、誰もら、あの近くに一番いた米澤レイ選手もスルーして、いや練習中、練習中、練習中ですから。そうで、もう1球残ってるから、もうこれで投げましょうか、したら、はい、今、ちなみに、はい、自分の母校は小学校どこでしょう。福岡県、はい、築城郡、
築城町立椎田小学校。椎田小学校、はい、じゃあ椎田小学校にひとまず5球投げれると、5球投げれる、5球プレゼント、はい、ということで行ってくれるんですか、椎田小学校郵送します、あ、郵送します、はい、はい、じゃあ3投目行きましょうか。あ、でも南薩摩、あ、そうですね、大迫勇也選手のふるさと、キャンプでもお世話になったんで、あ、そうなんですね、はい、すごいお世話になった地域覚えてますね、ちゃんと南薩摩市の加世田町の小学校に、わかりました、加世田町かな、はい、それでは、はい、3投目南薩摩狙いということでお願いします。当てたらめっちゃかっこいい、うわー、お、鹿児島市、惜しいです、今年初めてですよ、鹿児島市、めちゃくちゃ学校数も多いんで、確かに、はい、抽選、違いが、いやありがたい形となりました、3球投げる、はい、3回、提案によって3回投げさせていただいて、はい、薩摩町、そしてスペシャル鹿児島市となりましたんで、はい、じゃあ今から抽選の方をやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、ということでこれから抽選やっていこうと思うんですけど、薩摩町、最初にやっていただいた薩摩町6個ですね、全部で、はい、これ引いていただきましょう、じゃあお願いします、はい、じゃあこれ真ん中、さあどこ小学校でしょうか、中津川、中津川小学校、中津川小学校、おめでとうございます、薩摩町ですね、はい、あ、ほらやばい、もう一個は長野小学校、じゃあちょっと2個の中から、はい、2個の中から僕はシェイクしますから、ふざけない、いけます、今ドキドキしてますよ、小学校の子供たち見てたら、さあさあ引かれました、お願いします、長野小学校中津川小の子上がって下がってますね、マジで、まあ、まあでもいいんじゃないですかね、はい、さあまだまだ終わりませんから、はい、次が鹿児島市、まあうちの選手で言えば野竹博也とか、はい、武誠也も、鹿児島市ですから、生意気な後輩ばっかりですねそうなんですか、はい、さあということでじゃあ引いていただきましょう、この中から好きなところもちょっと多すぎるんで100何個ありますから、博也の母校は紅葉小学校、はい、じゃあこれいきます、お、選びましたね、紅葉小学校です、これもうこれやらせ抜きですから、あ、いや、あ、僕はですよね、結構ちょいちょいボケてきますね、ボケてますえ、あ、違う、さあ、どこ小学校でお願いします、ひろき、お、ひろき小学校、ひろき小学校、素晴らしい、5球ゲット、ありがとうございます、ひろき小、ちなみに紅葉小学校の結構近くです、近いですか、はい、ということで、小学校、ひろき小学校ということで、あとは自分の母校に、はい、一つ届くということなので、お願いします、ほら、ち、ね、ゴールキーパーみん3人で1人みたいな感じですもんね、ゴールキーパー、はい、素晴らしい、僕の後輩ですから、鹿児島城西高校の、はい、ファミリーで、いや、でも女顔に生まれたかったですけどね、はい、はい、じゃあ、子供たちにメッセージをもらってもいいですか、長野小学校の皆さん、広木小学校の皆さん、今回クリーンシートのダーツでサッカーボールを5球ずつ、贈呈お届けするので、このサッカーボールでいっぱい練習して上手くなって将来一緒にプレーできるように頑張ってください、待ってます、ありがとうございます、いや素晴らしいですね、嬉しいね、一緒にプレーできるようにっていうその一言がね、いや、そこを夢見て頑張る子たちもいると思いますから、はい、よろしくお願いします、あとは母校にちょっと、はい、椎田小学校のみんな、僕もちっちゃい頃暴れ回ったあの運動公園じゃない、運動場で5球サッカーボール5球今回プレゼントできるってことで、僕も母校にプレゼントできて嬉しいです、その校庭でサッカーボールをいっぱい蹴って頑張ってください、ありがとうございます、いやなんか心に染みるメッセージでしたね、ありがとうございます、締めの方に行きたいと思うんですけど、はい、やっぱりゴールキーパーなんで、今ゴールキーパーをやってることか、これからゴールキーパーになりたいと思ってることか、ちょっとそういう魅力を伝えてほしいなと思うんですけど、なんでゴールキーパー始めたんですか、まあ、初めはあるあるですけど、はい、大きくて、ちっちゃい時はぽっちゃりしてってなるとキーパー周りにやっぱいませんでした、そういう、ああいましたねっていうあるあるな理由でした、でいざキーパーやってみて、はい、その魅力に気づいたというか、あ、楽しいと思った瞬間ってどんな、なんでなんですか、
まあシュート止めたりっていうのが気持ちいいって思ったの思ったんですけど、僕ちょっと特殊で、中学校の時とか8人ぐらいしかいなくて、部員が。そうなんですか。サッカー試合とかできないじゃないですか。だからキーパーやってたかって言われると、試合の時にキーパーやってるぐらいで、特にやってなかったんですけど。そっからじゃあプロになったってことですか。そうですね。高校行って、はい、高校行って大学行ってプロになって。かっけえ、すげえ。そんな あんまり聞かないですもんね、プロでやってる選手で。中学校あんまりこうやってなかったみたいなの。そんな中でこうキーパーの、はい、まず難しさってどんなところですか。まあ、やっぱ他のポジションと違ってミスが失点に直結するから、やっぱそこがみんな結局怖いと思うんですよね、子供たちも。逆に魅力でいうと、色が一人だけ違うし、目立ってるじゃないですか。で止めた時はもちろんヒーローだし、まあ、でも例えばさっきあんま話してなかったですけど、ハイボールとか出てあげたら多分すっごい助かるんですよね、ディフェンスとかも。クリアキャッチした時点でもうマイボールですから、ディフェンスのクリアってまだルーズボールじゃないですか。僕らキャッチしたらもうその時点で攻撃が始まってるから、そういう時の相手の攻撃を止めてあげた感っていうか、やべえ、もうキャッチされたみたいな相手の表情とかも、はいはいはい、ざまみろじゃないですけど、結構好きです。うわ、そういうとこは楽しいって思ってもらえると、もっとキーパーしたいとか、キーパーが嫌って思ってることが減るかなとは思います。なるほど。いや、深いな今の話。ちょっとね、はい、バレーに置き換えたら、おー、アタック打ってブロックされた瞬間とか、ちょっと違いましたね。ちょっと分かんない。すいません。バレーやってたんですか。いや、バレーやってないです。なんでバレー例えたか自分でも分かんないですけど。はい、ということで GK の魅力についてもちょっとお聞きしましたけど、はい、じゃあゴールキーパーをちょっと目指している子どもたちに一言だけちょっともらってもいいですか。ゴールキーパーは、まあ一見孤独ですし、まあ、ミスした時はもちろん落ち込みますし、怖い部分とかがなんか露呈するじゃないけど目立ちますけど、それ意外とあのチームのみんなとか助けてくれるから大丈夫です。何も怖くないし楽しいポジションなので、思いっきりミスしてもいいし負けてもいいし、楽しんでください。キーパーというポジションはすごい楽しいので、それだけです。ありがとうございます。いや、重みがありますね、やっぱり GK、 プロの GK からこういう言葉もらえると。ありがとうございます。さあ、ということでちょっと長丁場になりましたけど、すいません、巻きで終わると言いながらまた長くなってしまいました。また次、3試合というちょっと簡単ではない数字ですけど。連続ですか。いや、連続じゃないです。ためれば、ね、ためれば OK です。あ、もちろん連続するように。はい、なのでまた出ていただけるように。で、今度出るときはちょっと仲間も呼んで。本当お願いします。今日の、あ、でも提案で3回投げれるっていうふうになったんで、はい、まあ3名ディフェンスなのか GK3 人なのかっていう形でまた盛り上げられるように頑張っていこうと思うので、試合の方頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ということで今日は松山選手に来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。写真撮ってくださいよ、ブラザブラザですね、ちょっと携帯撮ってごめんなさい。はい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 、クリリンじゃん、一緒だよ、クリリン、クリリン、一緒一緒。どこ狙う。やっぱスペシャル母校に行きます、スペシャルに宿った場合。食べ物美味しいとこどっかな、宝崎か。ああ、そうですね。屋久島町って何。屋久島、島、離島もあります。いいじゃん。屋久島かどこ、あとから種ヶ島、あ、南種。結構あるんですよ、ここも島です、全部石間村、十島村。あ、その辺いいね、うすきと、その上だね、上だね、徳之島町あるじゃん、上だね。ですね、上だね、上離島です。離島だね、上、はい。大崎は南の、あ、南の島、あ、そこもいいね。美味しいのありますね。シラスとか美味しいです。もうちょっと上だ。うわー、惜しい。あ、すいません。お前ちょいちょい出てきた。近く疲れてるんですよ。あ、じゃあ疲れてないよ。俺出したわけじゃないんだけど。そうそう、すいません。屋久島行きたいよね。
よし屋久島やっぱでも言ったことやる男ですからねさすがですね。やっと行ったね。でも多すぎればちょっと8回7回投げて行ったらダメだよね。いやいや十分です。これ編集で1回にできますから